ですね。さあ、岸引きが上がってきている。上げた、長いシュート、名古屋グランパス先制点。前半の41分、すごいボレーシュートでしたね。素晴らしいシュートが決まりました。動き出しも早かったですし、前半の41分、新加入の永井、先制したのは名古屋グランパス。満員のパロマ水穂スタジアムが揺れています。先ほどのシーンです。奪ってからですね、はい、串引きが奪って1本ですからね、中のここ準備ができてましたからね。永井のこのボレーシュート、いやこれ素晴らしいですよ。